はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです、チャンネル登録者が、1名様減りまして、67名様になりました。かしかし皆さん本当にいつも、ありがとうございます。やっぱりですね、こう、チャンネル登録者が減るとですね、すごい寂しいです。なぜかというとですね、僕のこの発信しているとこのチャンネルっていうのは、僕がハリウッドスターになるまでの、あくまでのそういった道のりを発信していきたいなっていうのを思っていて、これからが絶対楽しいのに、これからが本当にこれからが僕の物語のスタートなんで、やっぱりですねちょっと寂しいです。はい、今日はですね、最近在宅学習中の子どもたちの力になりたいっていうことで、いろんな僕がですね、教科書では習わないような内容をですね、僕の経験に基づいて発信していたんですけど、今日はですね、久々に僕の近況報告といいますか、お話しできたらなと、思います。まずですね、国民全員確か10万円が、僕も最近知ったんですけど、10万円が入るということで、皆さんどのように使っていきますか。お前に言われたくはねえよと思ってる方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、僕はですね、この10万円で借金返済をしません。絶対にしません。なぜかというと、僕はですね、これけじめだと思っていて、今僕借金が31万円ぐらいですかね、31万円あるんですけど消費者金融です。で、やっぱりこれをですね、この僕ある意味こうパチンコに勝ったのと一緒だと思ってて、この10万円ってこの10万円で返済しちゃって残り22万円、ラッキーって思ってても、もちろんもう絶対にこういった借金って絶対にしないってもう肝に銘じているんですけど、やっぱり自分のこうけじめとしてなんか納得いかないというか、やっぱ男として僕はこれ筋が通ってないんじゃないかなと、個人的に、本当にあくまで個人的に、思ってます。でこの32万円ってどうやって返済していくのかっていうと、僕はですね、あえて本当にこうしんどい肉体労働で、もうしんどいしんどい肉体労働で返済して、もうこんな思いはしたくないと、もうこんな思いはしたくないんだ、もうこんな思いはしたくないんだっていう思いでやっぱ返済すれば、もう絶対こんな思いはしたくないって本当に思うと思うんで、やっぱりここがですね、しっかりやっぱ汗水流して苦労してお金を自分でしっかり稼いで返信したいなと、僕のけじめとして筋を通すためにと、思って、おります。はい、じゃあこの10万円ってどうしようかっていうあれなんですけど、まだ正直決めてません。またこの10万円の使い道っていうのをこのチャンネルで発信できたらなと、思っております。もう一度言いますと、借金返済には、当てません。で、僕ですね、最近、アルバイト、最近また農業の、先方からですね、僕の今人事の方が間に挟んでいて、農家の方こんな感じでつながってるんですけど、僕が、履歴書を1週間前ぐらいにボーンって送って、それが届きましたよっていうのが今こっちに入ったっていうのを僕に連絡が来ました。はい、で今、ね、ちょっとすみません、忙しいということで、もちろん履歴書をしっかり名通して、先方の方から僕に直接連絡が来るみたいです。なんで一歩前進ということで、皆さんに報告させていただきたいなと思います。本当にこの僕が応募させていただいた、鳥取県と香川県ですね、農家の方々、今本当に大変な時期だと思うんですけど、本当に僕なんかの本当こんな生意気なこそこそのために時間を割いていただいて、本当にありがとうございます。はい、でですね、今アルバイト先週からスタートして4日間ですね、日給8000円です。はい、なんで3万2000円を先週は稼いだっていう感じですね。もちろん借金返済のためです。でこれ見てください。はい、早速ですね、前払い申請書っていうのを人事の方にもらいまして、1日5000円分しかもらえないんで、かけ4で2万円ですね。本当は3万2000円働いてるんですけど、前借りとして2万円、来週の木曜日に振り込みがあるということで、この2万円をそのまま消費者金融のアコムとアイフにボーンって、投げてですね、返済を一歩一歩していきたいと思います。皆さん約束覚えてますか。7月末までに借金返済ができないと僕は丸坊主にするっていうのを皆さんとお約束しましたんで、しっかりここはですね、約束を守ってやっていきたいと思います。でやっぱりこの
やっぱり女の子にモテたいっていう思いでずっと突っ走ってきて、やっぱ借金してる男って、まあ、いろんな借金の形ってあると思うんですけど、僕の場合は本当に、まあ、昨日のブログにも書いてあるように、やっぱ目先の娯楽というか、本当に自分の弱い石が生んだ借金なので、やっぱりですね、ラブ&ピース学園、子供たちも、もちろんいます。やっぱ子供たちにもやっぱりこうやって借金は良くないんだよっていうのを、僕がやっぱりこうやってまあ借金返済して、こう肉体労働で、あえて肉体労働でやっぱ借金返済してこうやっているこのけじめというか、そういったものもですね、子供たちにこう、まあ、見て何が伝わるのかっていうと一概には言えないんですけど、やっぱり伝えていけたらなと、思っております。なんでこの借金10万円のは借金返済に当てずに、32万円ですね、しっかり、まあ、単純計算すると1日日給8000円なんで、40日ですかね、40日働ければ返済ということで、今その4日が終わりました。まあ明日も明後日も仕事なんですけど、もう今日もですね、重い荷物が、もう今日は30キロぐらい荷物をもう延々とこう積み重ねて、腕がもうほんとパンパンです。もう体もバッキバキにもう割れてきました。はい、もうこんな、もうまあでも借金返済のためなんで、これ文句言わずですね、楽勝です。はい、本当に楽勝ですだと思って、しっかり返済していきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。あとですね、お詫びというか、最近ちょっと路線変更しまして、本当であればですね、こういった僕の近況報告を、まあ、できれば、まあ、楽しみにしている方いらっしゃるかわかんないんですけど、発信していこうかなと思っていたんですけど、やっぱり子供たちっていうか、もう子供が本当に大好きで、やっぱり子供たちのために何か力になれないかなっていうので、今ですね、まあちょっと路線を変えて子供たちに伝えたいものっていうのを、発信しています。なんで皆さん、またこういった形で近況報告もちょいちょい入れていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではですね、早速この動画を撮り終わったら、この前払い申請書っていうのを早めに書いて、コンビニでファックスをして、来週の木曜日の2万円を、しっかり、準備できるように、してそれを握りしめて、福岡県福岡市博多駅近くの、アコムアイフルの ATM に、振り込みしていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。